ルーレイは地デジのハイビジョン画質のまま、まあ、こう6時間とか1枚のディスクに録画できて不便。月曜ジャンク伊集院光る深夜のバカ力から。こんばんは、伊集院光るです。で、珍しいでしょ。なんかね、先週今週それからまあ来週ぐらいにあたってこうオーディション、自分の伊集院光の番組、新しくなったんで伊集院光の新番組って名前なんですけど、それのこうオーディションでいろんなこう若手に会うんですけど、元気に挨拶できる子は、好感度が高いってことに気づいたのでああ挨拶って素晴らしいっていうことに気づいたんで、今日はやってみましたけど、今まで相当損してるね。元気に挨拶をしないできたんで。でね、そのブルーレイの件なんだけど、 DVD だとどれぐらい、正確に知らないけど2時間ぐらい、まあちょっとその地デジのハイビジョンそのままってわけにいかないで2時間ぐらいだから、おそらく今その無理してハイビジョン撮れる DVD とかもあっから、あれだと1時間ぐらいな、わかんないけど、なのにブルーレイは6時間とか撮れるわけ、その地デジの画質のまま。それがもう不便で、これね、こう結構そうやってあのディスクにしてまで保存したい番組ってのはそんなにはないんだけど、NHK でやってる割と教育ものの30分ぐらいの番組とかをこう貯めときたいわけ。意外に再放送されないしね。で、そう、それからあと、そうね、ガイアの夜明けとか、あと NHK もプロジェクト X とか DVD になって出てきた頃に、こう販売用の DVD ボックスになった頃に事情が変わってる人いるじゃん。すげえ褒めちぎっちゃったけど、回り回って樋口くん事情が変わったでおなじみのね、ヒゲ男爵の作った流行語ですよ。事情が変わったですよ、ね、そこ1位がルネッサンスで2位がボンジュールだと思いますけど、事情が変わったなんですけど、で、DVD ボックスに入んなかったり、あと再放送されるときにすごいこう、あれ時間短くなってるみたいな、ヘッドライト、テールライトがすごい長くなってるみたいな、最初に放送した時のやつがこう見られないケースがあったりするから、本放送のを撮っておくのが好きなんですね。ワールドビジネスサテライトでも、ワールドビジネスサテライトじゃないや、役所広司さんが一人二役やってるやつでおなじみのガイアの夜明け、ガイアの夜明けも、俺のガイアの説明は役所広司さんが一人二役やってるやつなのか、ガイアの夜明けとかでもなんかアフリカかなんかですごいマラリアが発生してる地域に、日本のその会社の作ったすごいこうテクノロジーで、あらかじめこう蚊が寄ってこない薬を練り込んだ蚊帳をね、その安い値段で、配って歩くみたいな、そういうすごい人を取り上げて見てすげえなと思ったら、その後のニュースでその蚊帳を網に使って魚を取っちゃうから、蚊帳の目だとすごい細いじゃん、だから小魚まで取っちゃうんで、その地域の魚が絶滅しかけて、そのみんなご飯が食べられなくなってるみたいな、それもこう全て含めて俺の中に残しておきたいわけだから、この時こんなに素晴らしいプロジェクトがこういう皮肉な結果を今呼んでるみたいなことは自分で感じるから、再放送の時にその回がなくなっちゃうとかだと見れなくなっちゃう、だからまあそういうのを集めて撮ってきたんですけど、そう、30分番組はね12本とか18本とか入るわけ、そんなにたまらないんだよね、すぐにたまらないわけ、その量は。だからこのディスクをその NHK の30分の番組で埋めましょう、ダーウィンが来たとかで埋めましょうと思うと、
3、4ヶ月の間ずっと待ってなきゃいけないわけ。それで今までの DVD とかだと撮れてもこうその 2,3 話だったりするから、盤面にさ、この白いディスクの盤面にさ、ペンでオオアリクイの巻とかワニの巻とか江守徹の巻みたいなね、野生のですよ、野生の江守徹の方ですよ、あんなもう飼いならされた江守徹じゃないです、野生の方、シェイクスピアとかやってたから、それをこうただバーってメモってればよかったのに、もう1枚のディスクは DVD と同じ大きさで12話あるわけよ、これ。ちょっと12話書くのなんてかなり難しいじゃんか。だからその12話分きちんとダビングして、12話になっちゃうともう小さいフォントでこうちゃんとパソコン使って印刷しなきゃならなくなる。それでそのディスクの盤面印刷みたいなさのがこうあんじゃん、ソフトで、あれでこう細かく書くわけ、12話分何々の巻何々の巻っていうと、せっかく活字で打ったんだからちゃんとって気がしてくんだよね、なんかね、あのペンだと雑でよかったんだけど活字だとちゃんとって気がしてくるから、だから何月何日放送ぐらい入れるとかなるわけ、何年何月何日放送 NHK 何々みたいなやつをその書いて12みたいな NHK なんとか教養講座マジックミラー号が行く123とかこう書くわけ、何月何日放送みたいな書いて、で書くとさ、そこまで書くとさ、白い盤面にそれだけじゃどうかなって思うわけ、なんかね。でそうすると大きくタイトルを書こうと思っていろんなフォントを使って、なんかこうダーウィンが来たっぽいやつをずっとさこう付け替えじゃん、頭にタイトルでかく、でダーウィンが来たって書いてみるとさ、本物のダーウィンが来たの大事と比べちゃうとさ、ちょっと違うパチモンっぽくなるじゃん、斜めにしたりとか生地凝り始めると。じゃあダーウィンが来たのその G をはどんな字だっけつってネットで調べてみると、なんかそのダーウィンが来たの副読本みたいののところにはその字が書いてあるから、これ個人利用だったらまあ構わない、売るわけじゃ、売るのはもうダメだけど、あの個人利用だったらこれをうまく画像保存して、でそうすると画像を保存するとそのダーウィンが来たって文字以外のところのやつが邪魔になるから、それをフォトショップで切り抜いたりするわけ。それですごい綺麗にダーウィンが来たっつって、待てよたの松ぼっくりみたいなじじい知ってる、ダーウィンが来たの横んとこにいるさ、あのなんつうの松ぼっくりみたいなじじいだよ、あと見たことない病気にかかったおちんちんみたいなじじいだけど、見たことないなら例えられないはずだから嘘だけど、それはヒゲじい、ヒゲじいいるわけね、なんか横であの補足してくるもうじじいがいるじゃんか、まあ、野郎もいるなと思って、でデジカメで自分のチンチンを撮って、それでらしくね、それまああの最初にね自分のチンチンを撮るんだけど、土調した状態じゃね、こうヒゲじいじゃないじゃない、ねでもほらあの俺常時土調してるから、それを一旦あの氷でふぐりを冷やした上に、おじいちゃんが死んだ日におじいちゃんが注文してくれた仮面ライダー自転車ドレミっていう自転車がうちに届いたなって思い出して、キューってチンチンを小さくした上にこう絵の具で、あいつ黄色だからさ、黄色に塗ってると筆の感じでまたチンチンがムカ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 ってなっちゃって、ヒゲジギじゃないよこんなのってなって、その怖さと悲しさでまたキュッてヒゲジギだよって、ヒゲジーだよってなるから、その股間のヒゲジーを写真に撮って、でそれを保存して消去して、さっきの大事を撮ったページも探しは絶対ヒゲジーもあるはずだと思って、ヒゲジーが意外ないから、今度ハードディスクレコーダーのアウトをパソコンにつないで一コマだけヒゲジー撮ろうと思って、でそれがまたややこしいんだけど、またそれでこうムービーで入れてからその中の一コマ取り出すみたいなやつをするのがめんどくさいから、やっぱっつって一回そのお風呂で洗ってしちゃったんだけど、こっちでいいんじゃねえかなと思って
まあ、で結果そのヒゲじいのマークをねその見つけてきてこうつけてレイアウトして、この上さブルーレイディスクの2層50ギガ入る今言った容量入るやつはまだ高くて1枚900円ぐらいするよ生ディスクがね。それでも俺らがその子供の頃にさ生のそのビデオテープが2000円した時代から比べたらそれでもすごいんだよ、画質とか全て超えてるわけですごいんだけど、ダビングに全てちゃんと成功してその上にその盤面印刷できちんとそれを印刷するっていう作業を少しでも失敗したらこのこれだけの手間プラスですよ、その生ブルーレイディスクもうダメになっちゃうわけじゃないですか。ブルーレイディスク2層式50ギガってそれぐらいの、まあ、最近さダビング10とかなったからいいけどさ、前のさダビング1回しかできないそのビデオディスクにこのブルーレイディスクに映すしかできなかった頃で考えたらもうそれで終わりなわけじゃんかね。で現にその十何回分も試せたりするとさ、そのずっと前からハードディスクに入ってたようなやつっていうのはそれに対応してないやつは入ってるわけですよね。それでこう大丈夫か大丈夫かって何度も確認しながら機器の接続がきちんとしてるのかとかしながら、でまたこれが俺が最近買ったファックスも兼ねてるプリンターっていうのがプリンター機能は無線 LAN で接続されてますっていう目で見て確認で、要するにコードが繋がってますは目で見て確認できるけど本当にお前無線 LAN で接続されてるのかどうかがいまいち怪しいじゃんか。んでディスクに直だからね今のは。前のやつはほらディスク型のシールに一旦印刷してそれを貼るだったじゃないですか。ディスクに直、白いディスクを買ってくるとそのディスクに直書くそのディスク用のトレイみたいのがそのプリンターについてて、そのディスクをセットするわけじゃん。本当大丈夫っていう感じで盤面印刷をしてやっとこう出てきたら結構綺麗にできてるの、相当綺麗にできてるの、よ綺麗にできすぎてよく見るとあれこれチンチンじゃねこれ男性器じゃねっていうぐらいそのデータ入れてないです。すごいよくできてんだけどよく見るとこう完璧だなっつってこうみんなに見せようと思うんだけど、よく見てみたらアルマジロの秘密っていうタイトルの秘密がテレビで放送した時はカタカナで秘密だったんだけど、俺が変換ミスをしてるから漢字で秘密になってるわけ。それがもう嫌で嫌でしょうがないわけ。もうそれぐらい大きな事業として俺も中国のマフィアに頼まれて作ってるからそれを、ね、最終的には中国のマフィアがこの完成を待ってるからね、空論上で売ろうと思って、もうそのさそんなの誰も知らないよその秘密が、カタカナなことなんか知らないけど俺は知ってんじゃん、俺は知ってるからもうそれがすごい嫌で、でその後爆笑問題の日本の教養あれも好きです。であれをブルーレイに落とそうと思って、ほんで同じことをやろうとするんだけど、なんだろう、俺の中で気に入ってる爆笑問題の写真がネットでは出てこない。それで一生懸命こういろんなの探したりとか、今まで自分が撮ったものの中で爆笑問題出てるやつねえかなと思ってそれをやってるうちに、俺は何を同業者に対してねこんなに熱くねファンでもここまでやんねえだろうぐらいのことをすごいやってる自分に、むしろ出ろなわけじゃないですか。テレビを、俺の仕事ってテレビをブルーレイディスクに焼く仕事じゃない、本業の方が。それにものすごい鬱になってきたり、ああブルーレイディスクレコーダーなんか買わなきゃこんなことになんなかったのにと思いながら、まあそんな心を癒してくれる雪でランデム、どういう。それでさ、まあ、ガイアの夜明け大好きで、ガイアの夜明けもさ、こうそういうかっこいいディスクに、いろいろこうその機能に慣れてくる、手際が良くなってくるわけよ。だんだんそのテレビのと同じタイトルを作る
作り方みたいな。Google の画像検索をすると、それ関連の本とかが出てたりする、その見本のその画像があるから、その画像の中からうまくスキャンして取り込んだり、まあ、あくまでこれは個人使用のためにしか使えませんけど、その、そこからうまく取り込む方法とか、それをこう、本当はカラーなんだけど、カラーじゃなくするとか、切り抜くとか、もっと言えば、本だから絶賛発売中みたいなものが、その、ガイアの夜明けの毛の字のとこにこう斜めに被っちゃったりしてるやつをうまくそこを、黒で消すとか、そういうのも覚えてくるから、より完成度が高くなってくるわけ。で、そうするとさ、作りたくてしょうがないね。したらガイアがまだ前に作ったやつから溜まってるのが、5本しかないわけ、ガイアの夜明けが。でもガイアの夜明けは6本入るわけ。ね。で、5本っていうのもなんかすごく中途半端じゃないですか。で、5本プラス再放送で、結構不定期再放送で日曜日の昼ぐらいかな。あれ勝手に、撮ってくれてるかわかんねえんだけど。ガイアの再放送をやってるわけ、ベスト版みたいなやつを。それ1本入れちゃえば、6本なるしと思って1本入れて撮ってから、俺は不正をしたってことに対して、すごいのが出来上がったんだけど、あ、なんかナンバリングがおかしくなってるわけですよ。ガイアの放送順から言えば、なんでここだけ再放送のやつ入ってんのみたいな、それが、その、うわぁ、これ、おい、なんで俺なぁ、早く作りたいっていう、その、俺の横島な心がだよね。もう、ガイアの、その古い回を途中で入れるじゃん。で、ちゃんと撮れてるかどうかチェックで見てみるじゃん。もう画面に向かって喋ってる役所広司が、言ってる内容は全然別の食文化の話をしてんだけどね。俺をなじってるようにしか聞こえないわけ。最近食のあり方が変わったと。ね。その、賞味期限切れで廃棄になった食を、責任持って管理していろんな施設に安く卸しているその外国の方がいて、その方がすごく偉い。これ再放送とか随分前にやったやつなんだけど、その話を役所広司が短いドラマにしてるんだけど、もう絶対それに比べてお前はさっていう、自分のルールも守れないっつって、ギャーってなってもう役所広司さんの顔がまともに見れない感じになっちゃったから、もうパコと魔法の絵本を見てても、ね、見てても、ああもうなんかこの怖いおじさんは俺の子パコよりも俺のことを殴りたいんだろうなと思ってたから、ね、でもガイアの夜明けをね、夜明けのこう前から撮ってあるやつとか再放送のやつとか見てるとすげえなと思うのは、なんか通貨 FX 取引で主婦がどんな感じになってるみたいな特集があって、で主婦が最初は痛い目にも遭いましたみたいな話してるわけで、ちょっとこうその海外の通貨が大きく動い、今までだったら1日の間に1円動いたりってなかったから何十銭という単位でやってたのに、旦那の貯金が一気に吹っ飛んじゃってみたいな、その教訓を生かしてそれからこうしてますみたいなインタビューを受けてるのが一年半ぐらい前の映像で、その時に、ちょっと頭をよぎるのが、リーマンショックでこの人第2波が来るわけだけどって、そのインタビューを受けてる時には、終わった話じゃんか。な、終わった話だけど、あの後すごい暑いの食うけど、どんな感じになってんだろうと思ったり、あと、なんかその、工場の規模を縮小して、頑張ります、みたいなおじさんが、起死回生の手として、もともとこう、資源リサイクルの工場かなんかをやってたんだけど、それがうまく立ち行かなくなってみたおじさんの話で、だけど、その資源リサイクルの新しい案で、なんかこう、空き缶を回収すると、楽しい音楽が流れるんだったかなんかその辺の細かいの忘れちゃった、そのリサイクル、あ、ペットボトルを回収すると、そのペットボトルで作ったアクセサリーみたいなものが出てくる、みたいな。ガチャガチャみたいになってる、ペットボトル回収機を、いろんなこう、子供が来るような施設にいっぱい設置して、これにかけてます、みたいなのを一生懸命喋ってるわけ。で、俺それ見てる時から、ごめんね、そんなに欲しくないと思ったわけ。まあ、俺子供じゃないからよりそうなんだけど、
今時 UFO キャッチャーの人形とかもすごいことになってるじゃんか。それをただこうイルカの形だったりするアクセサリーとか、ただ猫の形のアクセサリーはそんなにだなとは思ったんだけど、ものの1ヶ月もしない間にその会社が倒産しましたっていうニュースもやってて、そういうこう引きこもごもみたいなことが全部入るし、あとまあ俺頭悪いから、その世の中こういうことになってんだみたいなのを見れるから、まあすげえ見ちゃうんだけどね。俺ね、その役所広司さんに会ったらね、絶対あの番組やめないでくださいっていう、そのあの番組を今その例えば制作費を削ろうと思ったら、そりゃ役所広司さんのあのショートコントっていうか、こう再現ドラマみたいなのが必要かって言われたら、いの一番に必要じゃないけど、俺あれがなくならない方が絶対いいと思うのね。役所広司さんと役所広司さんが、役所広司さんがバス停で待ってるところにもう一人の役所広司さんが来て、で、バスなかなか来ませんねって二人ですごいぴったりのタイミングで合わせて喋って、で、最終的に来ないと思いますよ。バス廃止になりましたからっていう赤字バス路線の今大ピンチみたいな回のショートコント撮るのも手間かかってると思うのね。絶妙なタイミングで役所さんと役所さんが喋ってるからね、大好きなんだよね。ただね、最近たまにね、登場人物がすごい多い時に役所さんじゃない人が入る時があるんですよ。役所さんは二人ぐらいで、役所さんじゃない人が入る時にわがまま言ってすみませんけどと。ねえ、わかってますよ。大変さすごいわかってますけども、僕の中では、役所星ですから、あそこは、役所制にみんな行ってますから、地球と日本と大気のこう、形成されている物質とかのパーセンテージも全部一緒。ただ、人物がすべて役所工事ですっていう、そういう国として、ね、僕見てますから、ちょっとがっかりするんですけど、まあ、まあ、でも、いいなと思うのは、すごい経費削減の折も、あそこ、役所さんっていう大御所を起用した上に、役所さんも多分めんどくさいとか言わないで、すごい忙しい時、俺いなねんじゃねえのって意識とかにもなりかねないと思うんです。ね。でも、あれをずっとやってるっていうことが、すごい僕は、すごい好きなんで、十二チャンネルの人、よろしくお願いします。あらら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 さ、びっくりしましたよ。なんか足が思うように動かなくなっちゃって、殺されるってやってくれましたよ。そのワクチン、うっすうっす泣きゲロ吐いちゃうね。殺されるって。深夜のバカ力。